ヘナタトゥー、あれこうか、こうやな、氷かわいいやろ。フルフル先生が描いてくれた。今日はずっとあれ、フルフル先生と喋ってた。学級機会してんけど、教室おってくれて。見てほら、氷。ショールームで見せるわって言ったら、大丈夫、俺殺されへんって言ってた。どうでしょうねって。そう、ヘナタトゥー、ヘナタトゥーで氷えぐいやろ。手には触れてない。私がこうやって出してるとこにこういった。あの女の先生は手をこうやって持って丁寧に書いてくれんねんけど、あんまり他の先生は持たんとそのままこういってるから、筆先でしか触れてないよ。そもそもペンギンは書いてくれへんしな。担任の先生も持たんかった、なんか分からんけど、それは普通に雑。なんか暗いな今日。でそう、チーター先生が手こうやって持って、よし、女の先生、体育の先生、まあ他生徒はって言ってもしめじちゃんとなめこちゃんやけど、持ってなかったけど、あれはまあ、まあいっか。今日しめじちゃんじゃないわ、なめこちゃんと電話するって言ってた。電話しながら配信しようかなって。でもいいや、忙しい。勝った今日めっちゃ。フルフル先生と喋っててんで、喋るのはいいねんけど、武将した。カッターは裁縫セットに隠してる。でフルフル先生と喋ってんけど、なんか、いやーいいんですけどね、1年の時に揉めた生徒がいたんですけど、その人が入ってきた時にめっちゃ喋っててん、フルフル先生が。そのこといいねんけど、あの私は気まずいから、いや私はいいねんで、いいねんけど、向こうがどう思ってるか分からんから気まずいなーってことで、あのちょっとあんまり喋りたくないんやけどアピールしててん。でも気づかんくて、で割とそれがしっかりな問題になって、問題っていうかなんか割と大ごとになって、で気まずかったから、その子らがおるときは喋らんかったんけど、帰ってからちょっといろいろあったんですって言ったら、なんかめっちゃ謝ってて、ごめん気づきへんくてって。だからめっちゃ申し訳なくなった。
いいんですけどね、いいんですけど、やっぱり謝られるの苦手や。申し訳ないわ。今日はちょっといじりすぎた。申し訳ないわ。明日から敬語で行こう。おはようございます、フロール先生って言って。夏休みの課題ほぼほぼ終わった。あと数学だけやで。あー、読書感想文もう一個書くためにペンギン2本借りてきた。から絶対に今日書き切らなく。まや、弟なんかおらんで。ペンギンはなんであそこまで固くなに描けへんの。手に氷とか描くだけでいいのに。フルフル先生とショールームの話もしたからワンチャン見に来るかなと思ったけど、さすがにないよな。さすがにそんな暇じゃないな。今日読書感想文提出したら暇なんて言われた。暇じゃないよ。暇そうに見える？こっそり見てるか。怖っ。フルフル先生まだ私のマスク取ったこと見たことないんちゃう。さすがにある。さすがにあるか。いや分からんけど。ペンギンのが映ったかな。
でもこれほんまに来てたら気まずいよな。何も喋ってないもんな。今日 TikTok も話に上がってさ、調べてた。気まずで、検索ってさ、なんかもしかしてみたいな感じでさ出てくるやん、検索の候補みたいな。あれあれでなんかいろいろ見えてると思うからちょっと嫌や。間違えた。先生はねめちゃめちゃいい人なんですけど、いい人すぎて申し訳ないわ。なんかわかる？これなるの。いい人すぎて申し訳ないってなる人おらん？たまに。でさ、この氷さ、ライオン先生に見せたらさ、氷ぶつけられた。よくねー。まだ15分経てへん。いやー、いい人すぎて申し訳ない時やるくないですか？ちょっと明日から敬語でいくわ。申し訳ないわ。これでな、連絡先とか知ってたらな、なんかね、すいませんって言いやすいんやけど。大根？あ、大阪大阪が大根に見えた。急に大根の話しだしたんかと思った。大阪って。そろそろライブのリハが始まりますよ、おそらく。ライブの詳細知らん。みんなに発表されるのは知らん。
自分に発表されるのも知らんけど、まあまあまあ若干は分かったかなって感じ。切れた。渋い食べ物好きそう。渋い食べ物ってどういうのがある？梅ってこと？え？あれは酸っぱい？渋い？渋柿とか？名前に入ってるから。え、渋い？イカの塩辛は渋い。分からん、好きなんかな。食べれへんことはないんちゃう？ペンギンは好きそう。ペンギン甘いの嫌いやし、パン食べへんし、苦手なもんチョコレートも食べへんけど、さすがにそれ無理で、塩辛いの無理やったらもうさすがに何も食べていかれへんと思うから、多分渋い系はいけんちゃう。さすがにそこまで多かったら。梅水晶、むず、なんかいっぱいあるな。学級基準帳やで、めっちゃ進んでる。だいぶ進むの早い。半分は全然行ってない。じゃあ学級期ってな、1日とか2日で仕上げるもんじゃないから、そんなな終わってるわけはないけど、進んでるのは進んでるよ。だってまだ他のクラス始めたとこやもん。私も始めたとこやけど、まだ2回目やけど。みんな学級期変えたことないん？フルフル先生が、え、うまいのいいなって言ってた。うまくはないけどな。痛くないわ。知らん、夏休み明けまでとかちゃん。夏休み中に終わらせたいって言ってたけど、私がライブとダダかぶりやから、夏休みかけんのかなって感じ。書きたいし、気合で書きに行きたいけど、でもライブとかぶってるのは気合ではどうにもできひんから。フルフル先生にペンライトから聞かれた。
それよりフルフル先生がショールーム知っててびっくりしたんやけど、ショールームってそんなメジャーなん？誰も知らんイメージやったんやけど。初めて何も言わんでも知ってる人に出会った。ショールーム？何それってなるねん、大体最初の人って。配信アプリやでーって言って初めてへーってなるくらいないけど、ショールームとかって言われたから、はいって言ったら、ん？ショールームって私言ったことあったっけって思って、びっくりした。ああ、クマさんと会ったわ今日。もう15分経った？経ったんちゃん。終わろ。ちょっと待ってな、ここだけ。とりあえず終わり。カッターなんか出してたらちょっと怖がられるから直しとく。フルフル先生2年から来たから全然まだ何も知らないんですよ。金魚見ます。13位、オレオーズさんありがとうございます。12位スマタンさんありがとうございます。11位佐藤くんさんありがとうございます。10位たかしさんありがとうございます。9位 RC さんありがとうございます。8位プロジェさんありがとうございます。7位マチカネクキタルさんありがとうございます。6位セイくんさんありがとうございます。5位アラケンチョビさんありがとうございます。4位マキコさんありがとうございます。3位ヤン008さんありがとうございます。2位ゴーシュさんありがとうございます。1位伊達ちゃんさんありがとうございます。ありがとうございました。そう、乃木坂が好きやったんやって言ってた。なんか名前言ってたけど分からんかった。坂道知らん。水色と青って言ってたわ。今日のポニテ高めやで、めっちゃ高め。髪の毛伸びたな。氷気に入ってる。できれば落としたくない。でも配信が終わったらもう落とすことになる。結構気に入ってんねんな。昨日も書いてもらったん、右手に。昨日はハートやった、右に。写真撮った。機会があったら見せるわ。みんなのハートいっぱいあって、生徒も含めて。生徒はしめじちゃんとなめこちゃんやけど、草ちゃんも。草ちゃん書いてないか。ふるふる先生地味に字綺麗。初めて自習ノート出した時はあんなに丁寧に答えてくれて。好きな動物、いや犬ですみたいな感じで答えるのかと思ったら、なんか
アザラシなどの何々が好きです何々で、なんか何々ですが、ダイオグソクムシも好きですみたいな、めっちゃいっぱい書いてくれてた。いい先生と思って、いい人。またルームスで書くわ、いろいろ。さよなら。